2001年高校1年生の時乃木坂で二宮とぶつかる。何これ。これもう嵐になってるね、二乃はね。そうですよね。これ覚えてんの俺、うん、絶対覚えてないです。それはもちろん覚えてないよ。どういうぶつかりですか。肩だけチョンと当たる場合もあるし、ドテンってぶつかるのもあるし。肩だけです。肩だけポンってぶつかって、あ、すいませんって言って、あ、嵐の二宮くんだと思って。あー、なるほど。ほんと。え、ぶつかった時どんな感じだったの。いや、普通にこのまま土下座して謝ったでしょ。いや、そんなやつない。俺決めてんのよ、俺決めてんの。ぶつかったらもう、いや、決めてんじゃない。でなんかムスッとはしてなかった、ちゃんといい対応は。いや普通に、なんかでも東京の人肌が白いなと思って沖縄だからね。そうそうそう、沖縄だから。よく覚えてるね、ぶつかったことなんて。で、どんな感じだったんですか、ちょっと見たいですよ、当時の。いやいやいや、いや、俺記憶いないんだよ、俺は。まあ普通に、じゃあ学校帰りで、あ、使って、あ、すいません。やってない、やってない、やってないよ、やってないよ、やってない。早い、当たる前から体勢ができてる。こう言ったけど今すごいです。わかんねえ、全然。あ、そう。でも結構がっつり当たってたんですね。覚えてる。